年内最大の山場、米中首脳会談の行方は、二つの戦火背景に、日本も正念場へ。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中で発生したイスラエルとハマスの大規模な軍事衝突で、米国は国際的に厳しい立場に追い込まれている。来年11月に大統領選が迫る中、内政も波乱含みでまさに内憂外患状態。この情勢下での米中関係の悪化を避けたいバイデン政権としては、11月にサンフランシスコで開催される APEC に合わせて米中首脳会談を開催し、米中関係の相対的な安定を世界にアピールしたいところだ。一方、経済悪化が懸念される中国も米中関係の当面の安定は必要である。終始訪米が実現するか、実現すれば会談内容がどのようなものになるのかが年内の国際政治の最大の山場となる。そしてその先には激動の2024年が待っている。内憂外患、経済悪化。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化する中で、イスラエルとハマスが大規模な軍事衝突を起こし、アメリカは国際的に厳しい立場に追い込まれている。ウクライナとイスラエルを同時に支援することは容易ではない。しかも、国内では大統領選挙が来年11月5日に迫り、共和党のドナルド・トランプ前大統領をめぐる90件を超える訴訟が進行している。下院でもケビン・マッカーシーが議長を更迭され、その後任すら決まる見込みが立っていない。10月15日現在。まさに内憂外患である。こうした情勢下では米中関係をいたずらに悪化させるわけにはいかない。ジョー・バイデン政権としては11月にサンフランシスコで開催されるアジア太平洋経済協力会議 APEC に何とかして中国の習近平国家主席を招き、久しぶりの米中首脳会談を開催し、米中関係の相対的な安定を世界にアピールしたいところであろう。中国にとっても経済の悪化が懸念される中で、米中関係の当面の安定が必要である。すでに両国は高官レベルでの接触を重ねている。終始の訪米が実現するか否か、そして米中首脳会談の内容がどのようなものになるのかが年内の国際政治の最大の山場となろう。トランプ氏が取り得る3つの手法。さて、米大統領選挙である。トランプ氏が勝てばアメリカのウクライナ支援は弱まる。ヨーロッパの結束も揺らごう。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はこの選挙結果を待ち望んでいよう。トランプ氏が共和党の大統領候補の指名を獲得することはほぼ必定である。だが問題は無党派層の動向である。訴訟が長引き有罪判決が重なればトランプ氏に不利な事態になっていこう。連邦レベルでの訴訟で有罪が確定しても、大統領になればトランプ氏は自らに恩赦を与えることができる。しかし、ジョージア州やニューヨーク州のレベルで有罪が確定すれば、大統領の恩赦は及ばない。それは州知事の権限だからである。そうなるとトランプ陣営が取り得る手法は次の3つであろう。まず、ひたすら裁判を長期化させ、大統領就任後は国家安全保障を理由に側近たちの証言を拒否する。第2は、州のレベルで有罪が確定しても、その判決が合衆国憲法に違反するという理由で連邦最高裁判所に持ち込む。第3に、連邦最高裁判所が州の判決に違憲認定しなければ刑は確定してしまうが、大統領の行政命令によってやはり国家安全保障上の理由で刑の執行を延期させる。両党とも課題は世代交代。他方、バイデン大統領にも高齢という問題がある。もし再選されたら2期目には外遊などは副大統領や国務長官らに任せて、
気力と体力をできるだけ温存する消極的な大統領になってしまうかもしれない。共和党も民主党も世代交代が大きな課題である。台湾総統選皮切りに激動の24年へ。2024年になると国際政治はますます激動を迎える。まず1月には台湾総統選挙である。民進党が勝つのか、北京に迎合する国民党が勝つのかで、中台関係はもとより米台関係、日台関係、そして米中関係までが大きく左右されよう。3月にはロシアとウクライナで大統領選挙が予定されている。プーチンの当選は既定路線だが、どの程度圧勝できるかで今後の政権の安定度合いが見えてこよう。また戦火の中でウクライナは選挙を実施できようか。これもウォロディミル・ゼレンスキー大統領のリーダーシップを左右しよう。4月から5月にはインドの議会選挙である。すでに世界一の人口大国となったインドは、数年のうちに日本を抜いて世界第3位の経済大国になる。しかし民主化は後退し、様々な社会的不安を抱えている。日本も正念場。7月には東京都知事選挙が、そして9月には自由民主党の総裁選挙が控えている。それまでに岸田文雄首相が衆議院を解散して総選挙に勝利することができなければ、やはりリーダーシップの低下は避けられまい。場合によっては昨年末の安保3文書が私文化してしまうかもしれない。そして11月には大本命のアメリカ大統領選挙である。激動の2024年に備えて、我々はより多角的で重層的に国際情勢と国内情勢の分析に励まなければならないのである。習主席、米中関係改善する理由が1000種類ある。中国の習近平国家主席が9日、米国のチャック・シューマー民主党上院院内代表一行と会って、米中関係改善の意思を強調した。来月15日から17日に米国サンフランシスコで開かれるアジア太平洋経済協力 APEC 首脳会談を契機に、米中首脳会談開催の可能性が高まった。習主席はこの日午後、人民大会堂福建庁で米上院代表団と会って、中米関係は世界で最も重要な二国間関係とし、中米がどのように共存するかが人類の前途と運命を決めると強調したと中国中央テレビが報じた。習主席は、競争と対抗は時代の潮流に合致せず、さらに自国問題と世界が直面した挑戦を解決することができないとし、トゥキリデスの罠は必然ではなく、広大な地球は中米各自の発展、共同繁栄を完全に受け入れることができると強調した。トゥキリデスの罠は、新興国の浮上を懸念した覇権国が覇権維持のために戦争を起こすという理論だ。習主席は米中経済の共同繁栄を強調した。中米共同利益は葛藤よりもはるかに大きく、各自が収める成功は機会であり挑戦ではないと話した。また冒頭発言で、中米関係を改善する理由は1000種類があるが、壊す理由は一つもないと多くの大統領に話したと強調したと AFP 通信が報じた。シューマー議員は、中国が7日、イスラエルを攻撃したパレスチナ武装制派組織ハマスを非難することに参加するよう求めた。同氏は、あなたと中国人がイスラエル国民と共に卑怯で邪悪な攻撃を非難するよう求めると強調した。シューマー議員は前日、中国外交部が声明でイスラエル国民に同情と支援を明らかにしないことに失望したと習主席に述べたとロイターが伝えた。中国は、シューマー議員のイスラエル発言は伝えなかった。代わりに同氏が、
米国は中国との衝突を追求しておらず、中国とデカップリングも望んでおらず、中国と開放的かつ率直に相互尊重の精神で対話と疎通を強化し、責任感を持って両国関係を統制し、米中関係の安定した発展を促進するよう望むと話したと伝えた。この日の面会は、6月にブリンケン米国務長官一行の座席を下に配置した公邸議典とは違って対等な対面会談形式で進められた。またイエレン財務長官やケリー気候変動問題担当大統領特使らと面会しなかったこととは違い、習主席がシューマー議員一行と会ったのは、来月 APEC 会談を契機に米中首脳会談開催のための誠意を見せたものだと北京外交会は分析した。この上、米中関係まで火を吹けば激動の2024年は一層大混乱になりそうだ。日本政府と国民は静かな世界大戦も念頭に生き延びるための青写真を練っているだろうか。現在 C は経済ズタボロ、手は打っているがなかなか成果が上がらず先が見えない状態。あれだけ巨大な人口を抱えながら内需主導型ではない構造のため、結局は輸出に頼るしか有効な打開策がない。ところがその輸出先が問題。C の経済を復興または維持するには、これまた巨大な消費先が必要だが、そんな購買力のある国は米国以外ない。羽振りがいい時は随分高飛車に振る舞うも、結局は米国に袖にされたんでは、C も生きていけないものだから、白々しく今は一旦頭を下げておこうということだろう。